はい、皆さん、えー、こんにちは。アジアのけいちゃんですけども、やっぱりね、今回またね、ちょっと衿襟が寝てる、<laughs> グレードですね、シャツをに着替えてこの動画を撮っております。というのもですね、 ちょっとまたね、グレーの、真っただ中のグレーの話がですね、緊急的に入ってきましたので、えぜひね、皆さんに関しても、まあ、情報共有という観点でお話ししようかなという感じです。え何がグレーかというとですね、私もね、闇上がり後にですね、え昨日、えーまあ、動画をね、えー、例の分身法ですよ、木原官房副長官に関するあの例の正規のスクープと言われているあの分身法、 あの件に関してですね、昨日もね、動画を2本ばかし上げさせてもらいましたけども、はい、本日もですね、やっぱり新たなちょっと動きが出てきましたので、ちょっと緊急的に、えー、このカメラを回しているといったような次第です。はい、でですね、昨日もね、あの文春法の正規のスクープのね、続報版じゃありませんけれども、まあ、メインのね、えー、実際、えー、メディアである 3K ですね、 産経新聞が産経ニュースというようなことで、えー、具体的にウェブ上で記事を出しておりました。で、その記事の内容に関しても、私もね、昨日の動画でお話をさせてもらってたんで、でその時もちょっとお伝えしたんですけども、この動きがね、もしかしたら週明けの本日ぐらいにまたなんか新たな、ね、動きが出るかもしれない、新たな動きが出てきたら、 えー、改めてですね皆さんにお伝えをしますっていう話をしてたんですけど出てきましたよということでね何が出てきたかっていうとですね今現在ね例えばですね実際のメインのメディアだとかそういったようなところじゃないんですけど実はね、えー、ツイッター上でこういったようなものがちょっと、ね、炎上してるんですねはい、えー、でですね今ちょっとご覧になっていただいてるのは えー、ジャーナリストのこの田中稔さんという方がいらっしゃるんですけどもこの田中稔さんという方がね本日ちょっと午前中ぐらいにツイートしておりましたでね今ちょっとご覧になっていただいている内容の通りで文芸春秋社を刑事告訴すると宣言した木原官房副長官は「ドツボにはまったようだ」みたいなね でなんとですね、今週の水曜日、だからあさってだよね、あさって、えー、木原氏の妻の元夫、あの例のね、種男さんですよね、えー、その不審死をした人の、えー、父親が怒りの緊急会見へということで、えー、首相側近のです、ね、木原氏は、さあどうするというようなことで、 えジャーナリストの田中ミノルさんがですねえ、そう言ってのことをえツイッター上でまああのツイまあツイートしてたっていうような話なんですね。で私もねこのジャーナリストのこの田中ミノルさんってあんまりよくねえ私もジャーナ <laughs> ジャーナリストじゃないんでよく知らなかったんですけどどうもねこの人ねえ左翼系のジャーナリストのようですね。まあちょっとね詳しいことに関してはもうちょっと私も調べてみようと思ってますけどもまあいずれにしてもですねえこれ実際にですね計算というかですね今日の午前 ぐらいにツイーートされてもうバーっとですねやっぱりツイッター拡散能力がありますので、えー、かなりねこのことに関してご興味のある方を中心にバーっとですね今現在も拡散されているっていう中で私も急にねこのカメラを撮らさせていただいたような話です。 あのー、このね、えー、実際にお亡くなりになったこの種尾さんのお父さんというと、えー、この文春法の中でもね、記事として上がっておりましたけども、例のね、あの2006年の,あの事件というかね、えー、その事象が起きた時に、なんか夜中の3時ぐらいでしたかね、えー、なんかですね、現場の方に行ったら、えー、実際にこの種尾さんがお亡くなりになっていたということで、現場を見ているこのお父さんですよね。その方が、まあ怒りの記者会見というようなことなので、さて 果たしてですね、えー、このね、お父さんがこの記者会見の中で何を話すのか、これ非常にですね、注目ですよね。何せね、現場を見ている人なので、なおかつね、このね、被害者、どうかの種尾さんのね、お父様でしょということで、まあ、なんか怒りの記者会見というようなことなので、まあね、果たして、みたいな感じですよね。と言ってのことで、えー、いよいよもってですね、このね、木原誠二さんの奥さん、 えまあ文春法ではね「X 子さん」という表現にされておりますけれども、まあ、その人が果たしてどうなのかっていうことがね、えー、この記者会見によって暴露される可能性も何かあるのかなみたいなね えー、そういったようなことでこれ大注目ですよね。いずれにしてもちょっとお話ししましたように、まあ、今週の水曜すなわち明後日ですよね。もう本日月曜日の、ね、もう夜にかかろうとしておりますのでいよいよもって明後日っていう話これね大注目ですね。ただねこれどういった形で記者会見が行われるのかちょっとね分かんないんだよね。というのもこのジャーナリストの方がツイートをしてる内,内容だけなので他のね例えば、えーまあ、メディアの方からですね具体的 にじゃあ記者会見をやるというようなことになってないのでこれねどういった記者会見になるのかちょっとね私もこれからね注目していきたいんですけどまだ分かりませんまあ可能性としては例えばこういったね YouTube 上でね動画上でなんか会見するのかなとかねまあテレビではやらないでしょう。 ねテレビでやったら大変だよね何が出てくるかわかんないからこれは規制が入るで圧力かかるでしょうからねこんなことテレビでやってさいきなりこのお父さんがバーンと暴露しちゃったらそれこそですねキッシーさんの政権に関してもう大打撃じゃありませんけどそんな話になるでしょうから多分テレビでやんないだろうねあの多分ある,あるとしても YouTube 上のね例えばライブでやるとかそういったことになるんじゃないかなっていう気がしますけどちょっとこれね、えー 私、早速ですね、このね、ジャーナリスト田中稔さんの、えー、このね、ツイッターのアカウントフォローしましたので <laughs> あの、具体的にまた話が出てくればっていう感じですね。また明日、明後日くらい大注目かないっていう感じです。合わせてですね、これと合わせて一緒にですね、ちょっとね、本日やっぱり夕方に出てきたこの夕刊富士、えー、昨日のね、その産経新聞の記事でパンと出たようなことによってですね、私もね、その動画の中でお話しさせてもらいましたけど、おそらくはね、本日だとかね、 ぐらいにはまた新たな動きがあるんじゃないのかなっていうようなことをお話しさせてもらってましたけどもまあメジャーなね例えば読売だとかさ朝日だとかそういったようなメジャーなメディアではありませんけどもまあこの「夕刊富士」の方がですね まあ、ああの、今ちょっとね、まあ、こんな感じでご覧になっていただいている通りですね、内閣改造に向けてというようなことで、なんかいきなりそういった話がね、人事刷新どうするんですか茂木幹事長みたいなね、そんなような話が出てきちゃったわけですよ。なんかいきなりですね、この木原さんの大スクープがあってね、今やね、世間的,世間的にはものすごい大きなね、話になっているんですけども、合わせてね、キッシーさんやっぱり焦ったんですかということで、9月に刷新。 人事の刷新なんですかみたいな記事がいきなり上がってきたという話です。でですね、まあ、この記事ね、えー、またこのね、有、え、敢、ー、富士の URL に関しては、えー、また私のこの動画の概要欄に貼っときますので、まあ、具体的なね、人事がどうなるかということなので、これに関してはまた皆さん、えー、ご覧になっていただければなと思います。でですね、まあ、なんといってもですね、この注目されるこの岸田さんのことに、あ、木原さんのことに関してはですね、 まあね、ちょこっとだけ書いてあるんですよ。ちょっとね、その部分ね、記事の引用しますけど、例えばね、尾を引く週刊誌報道というようなことで、えー、木原氏自身が身体の決断も、みたいなことをね、書いてあるわけです。 で具体的にはね、木原氏の処遇は隠れた商店だ。ちょっとね,このね、隠れた商店だっていう風な記事の書き方なんですけど、これちょっとね、違うんじゃないのっていう気がしますけどね。全然隠れてないよね。まあ、隠されてるようなものはあるかもしれないけども、全然ね、国民的に言えば全然隠れた商店じゃないですよ。非常に大きな商店なんですけども、こういったようなね、記事の書き方するのもなんかやっぱり圧力かかってんじゃないのっていうような気がしますけどね。でもね、隠れた焦点だ っていうようなことをね言っているんだけれども、その後の文章がまた違うんですよ。えー、でね岸田首相の復審だが、えー、週刊文春7月13日号が報じた岸田最側近衝撃音声あの例のね愛人の A さんによる衝撃音声という記事はあまりにも衝撃的だ。 え他の週刊誌報道も続いているっていうようなことをえこの「夕刊フジのね記事の中で上げてるんですけどさっき言ったようにさえ隠れた焦点だって言っている割にはですね後ろの方にはねあまりにも衝撃的だって全然全然違うだろうってなんか相,反反相反するような、ね、表現を何か言ってるんだけど何かねこういったような記事の内容を見てもですね何かねやっぱりある程度そのね抑止力じゃありませんけど何かね妨害というかねそういったような、えー、まあね 圧力がかかってるのかなっていうようなことをちょっと気にかけちゃいますけどねまあいずれにしてもね昨日三権がバンと暴露して本日はこの有敢富士がねまあ人事刷新に関する木原さんの処遇はっていう話ですけどもそういったようなことでちょっとね出てきているわけですうーんっていう感じですよねまあこの有敢富士の話としてはですねまあ例えばねなんかいきなり9月にね人事刷新はっていう刷新かもしれないみたいな話が出てるんですけども まあちょっとね、他のね、いろんな、例えばね、あの、マイナンバーカードで炎上しちゃってる河野さんはどうのこうのとかですね、えー、あるいはですね、はい、茂木幹事長がどういったような処遇をするかだとかね、まあそういったようなことはいろいろ書いてあるんで、まあこれはあくまでもね、えー、もしそういったようなことで9月に人事が刷新されればどうなるかみたいなことを、えー、まあ有敢富士がね、想像してるっていう話ですよね。いずれにしてもね、 あのまあ、いずれにしてもやっぱり一番注目されちゃうのは何といってもこの木原さんの話というようなことで今回ね本日ねやっぱり何かしら動きがあるかなと思ってたんですけど夕方になってね夕刊フジがバーンと出てたなおかつですねさっきちょっと紹介しましたように本日午前中にはね、えー、このジャーナリストの方、えー、お名前何でしたっけ忘れちゃった。<laughs> えー、ジャーナリストのですね、えー、この田中稔さんと言われるこのジャーナリストの方がなんとあさって、えー、このタネさん、えー、お亡くなりになったタネさんの、えー、お,お父さんがですね怒りの記者会見うーんどういったことの怒りということでどういったようなことをね、えー、まあ言及されるのか。 大変気になるところですね。といったような大きな話がまた入ってきたということで、ちょっとね、至急にまた、このカメラを回している次第です。皆さんどうでしょうかちょっとね、水曜日大注目ですね。 で、なおかつね、その文春はいつもですね、えー、水曜日に例えばオンライン版で出るだとかね、で、合わせてですね、木曜日には誌面上えー、例えばコンビニでも、えー、書店でもですね、一緒に誌面上で出るんですね。そういったようなことを考えるとですね、やっぱり今週のね、この本当に水曜日にね、記者会見やるんだったらその記者会見、そして、え、水曜日の、例えばまた文春オンラインの記事はどうなのか、そして翌日のね、週刊文春の記事がね、またね、えー、おそらく続報じゃないけど、 なんか出てくるんじゃないかなっていう気はしますよね。というのもやっぱり文春だってさあの今までこういったようなことでねいろんなね例えばあのねこの記事に関してそれこそ告訴されたっていうようなことだっていくらでも文春はね 慣れっここなわけですよととということを考えるとねやっぱり2の矢3の矢じゃありませんけども当然この木原さんサイドからそれこそ弁護士を通じてねこういったようなことで告発されるっていうことはねある程度ね予想の範疇だと思うんですよねそれぐらいね今回のこのスクープ記事に関しては相当ね気を入れて出してきてると思いますし相当ね調べているはずなのでそういったようなことを考えるとですね いいよいよ思ってですね <laughs> 何今週またね第2報じゃありませんけどさら,さ,らさらなるね第2第3の「や」じゃありませんけどそういったようなことが出てくることも容易に想像できるっていう感じなのでちょっと今週半ばまたこれ大注目ですねっていうようなことをちょっとね えー、急にまたそういったような話が入ってきましたので、えー、私もね、本日、本当はね、もう <laughs>、いつものごとくなんだけど、動画あんまり撮る予定はなかったんだけど、まずこのね、勇敢噴射がバーンと出てきて、なんかツイッター上見てたらね、そういったものがバーンとね、いきなり炎上してるということで、えー、ちょっとね、上げさせてもらいました。ということで、今週、えー、半ば大注目ですね、ということです。今回もありがとうございました。では、バイバイ。